ウイルス。ウイルスは、多生物の細胞を利用して、自己を複製させる、ごく微小な感染性の構造体で、タンパク質の殻とその内部に入っている核酸からなる。生命の最小単位である細胞を持たないので、非生物とされることもある。ウイルスは、毒液、または、粘液を意味する、ラテン語に由来して命名された。古代ギリシアのヒポクラテスは、 病気を引き起こす毒という意味でこの言葉を用いている。ヨーロッパの主な言語での発音を以下に列挙する。以上のような発音をもとに、多様な日本語表記が使用された。1953年、昭和28年に日本ウイルス学会が設立されたのを機に、ウイルスという表記が日本語の正式名称として採用された。その後、日本医学会がドイツ語発音に由来する。 ビールスを用いたため混乱があったものの、現在は宿主に関わらず、ウイルスが正式名称である。なお、ウイルスの細胞外粒子を表すの後には、ウィリオンではなく、ビリオンの読み表記が定着している。ウイルスは細胞を構成単位とせず、自己増殖はできないが、遺伝子を有するという、非生物、生物療法の特性を持っている。現在でも、 自然科学では、生物、生命の定義を行うことができていないため、便宜的に細胞を、構成単位とし、代謝、増殖できるものを生物と呼んでいるが、ウイルスは、非細胞性生物として位置づけられる。あるいは、生物学的存在とも言われる。しかし、遺伝物質を持ち、生物の代謝系を利用して増殖するウイルスは、生物と関連があることは明らかである。 感染することで宿主の向上性に影響を及ぼし、病原体として振る舞うことがある。ウイルスを対象として研究する分野は、ウイルス学と呼ばれる。遺伝物質の違いから、大きく DNA ウイルスと RNA ウイルスに分けられる、詳細は、ウイルスの分類を参照。新核生物、細菌、個細菌。 いずれのドメインにもそれぞれウイルスが発見されており、起源が古いことが示唆されている。最近に感染するウイルスは、バクテリオファージと呼ばれ、分子生物学の初期に遺伝子発現研究のモデル系として多く用いられた。しかし、今日の分子生物学、医学の分野では、ウイルスという表現は動植物に感染するものを指して用いることが多く、 バクテリオファージとは区別して用いることが多い。微生物学の歴史は1674年にオランダのレーウェンフックが顕微鏡観察によって細菌を見出したことに始まり、その後1860年にフランスのルイパスツールが生物学や醸造学における意義を1876年にドイツのロベルト・コッホが医学における意義を明らかにしたことで大きく展開した。 特に国ホが発見し提唱した感染症が病原性細菌によって起きるという考えが医学に与えた影響は大きく、それ以降感染症の原因は寄生虫を除いてすべて細菌によるものだと考えられていた。1892年、ロシアのドミトリー・イワノフスキーはタバコも在庫病の病原が細菌露過器を通過しても感染性を失わないことを発見。 それが最近よりも微小な顕微鏡では観察できない存在であることを報告した。またこの研究とは別に、1898年にドイツのフリードリヒレフラーとパウル・フロッシュが肯定液の病原体の分離を試み、これが同様の存在であることを突き止め、フィルターブルウイルス、露化性病原体と呼称した。 同年に、オランダのマルティノス・ベーリンクは、イワノフスキーと同様の研究を行って、同じように見出された、未知の性質を持つ、病原体を、コンタギウム・ビベム・フライダム、生命を持った、感染性の液体と呼んだ。レフラーは、露化性病原体を、小さな細菌と考えていたが、ベーリンクは分子であると考え、これが、細胞に感染して増殖すると主張した。 彼の主張はすぐには受け入れられなかったが、同様の性質を持った病原体やファージが発見されていくことで、一般にもウイルスの存在が信じられるようになった。その後、物理科学的な性質が徐々に解明され、ウイルスはタンパク質からできていると考えられた。1935年、アメリカのウェンデル・スタンリーがタバコモザイクウイルスの結晶化に成功し、これによって、 初めてウイルスは電子顕微鏡によって可視化されることとなった。また彼の発見したこの結晶は感染脳を持っていることを示し、化学物質のように結晶化できる生物の存在は生物学、科学界に衝撃を与えた。彼はこの業績により1946年にノーベル化学賞を受賞した。スタンリーはウイルスが自己触媒能を持つ巨大なタンパク質であるとしたが、 翌年に少量の RNA が含まれることが示された。当時は遺伝子の正体は未解明であり、遺伝子タンパク質説が有力とされていた。当時は病原体は能動的に病気を引き起こすと考えられていたので、分子ロボット、今で言うナノマシンのようなもので我々が病気になるということに当時の科学者たちは驚いた。それでも当時はまだ、 病原体であるには最近ほどの複雑な構造、少なくとも自己のタンパク質を高度する遺伝子ぐらいは最低限持っていなくては病原体になり得ないと思われていた。1952年に行われたハーシーとチェイスの実験はバクテリオファージにおいて DNA が遺伝子の役割を持つことを明らかにし、これを契機にウイルスの繁殖、 ひいてはウイルスの性質そのものの研究が進むようになった。同時に、この実験は、生物の遺伝子が DNA であることを示したものと、下せられた。ウイルスは、様々な点で、一般的な生物と大きく異なる。なお4の特徴は、ウイルスだけに見られるものではなく、リケッチアやクラミジア、ファイトプラズマなど一部の細菌や真核生物にも、同様の特徴を示すものがある。 細胞は生きるのに必要なエネルギーを作る、製造ラインを持っているが、ウイルスは、その代謝を行っておらず、代謝を宿主細胞に完全に依存し、宿主の中での未増殖が可能である。彼らに唯一できることは、他の生物の遺伝子の中に、彼らの遺伝子を入れることである。厳密には自らを入れる能力も持っておらず、ただ細胞が正常な物質と判別できず、ウイルスタンパクを増産し、 病気になる。これらの違いからウイルスは生物学上、生物とはみなされないことも多い。蒸気のようにウイルスは生物学上の生物とはされないことが多いが、メガウイルス、ミミウイルスなど、細菌に非常に近い構造を持つウイルスの発見により、少なくとも一部は遺伝子の大部分を捨て去り、規制に特化した生物の一群由来であろうことが強く示唆されている。一方、 レトロウイルスとトランスポゾンの類似性もまた、少なくとも一部のウイルスは機能性拡散が独立、進化したものである可能性を強く示唆している。つまり、ウイルスとしてまとめられているものは多元的であり、人為分類群である可能性が非常に高い。ウイルスの基本構造は、粒子の中心にあるウイルス拡散と、それを取り囲むカプシド、キャプシドと呼ばれる。 タンパク質の殻から構成された粒子である。その大きさは小さいものでは数十ナノメートルから大きいものでは数百ナノメートルのものまで存在し、他の一般的な生物の細胞、数数十メートルの100から1000分の1程度の大きさである。ウイルス核酸とカプシドを合わせたものをヌクレオカプシド、ヌクレオキャプシドと呼ぶ。ウイルスによってはエンベロープ、エンベロープと呼ばれる。 膜成分など、ヌクレオカプシド以外の物質を含むものがある。これらの構成成分を含めて、そのウイルスにとって必要な構造をすべて備え、宿主に対して感染可能な、完全なウイルス粒子をビリオンと呼ぶ。ウイルス核酸は、通常、DNA か RNA のどちらか一方である。すなわち、他の生物が一個の細胞内に、DNA、遺伝子としてと RNA、 mRNA、ナ、トレナなどの両方の分子を含むのに対して、ウイルスの一粒子にはその片方しか含まれない。ただし、DNA と共に RNA を一部含む B 型、肝炎ウイルスのような例外も、稀に存在する。そのウイルスが持つ核酸の種類によって、ウイルスは DNA ウイルスと RNA ウイルスに対別される。さらに、それぞれの核酸が1本ぐさりか2本ぐさりか、 一本鎖の RNA であれば、mRNA としての活性を持つか持たないか、プラス 3RNA か、マイナス 3RNA か、環状か、線状か、などによって細かく分類される。ウイルスのゲノムは、他の生物と比べてはるかにサイズが小さく、また高度している、遺伝子の数も極めて少ない。例えば、人の遺伝子が、 数万あるのに対して、ウイルスでは3から100個ほどだと言われる。ウイルスは、基本的にタンパク質と、核酸からなる粒子であるため、ウイルスの複製、増殖のためには、少なくともが必要である。しかし、ほとんどのウイルスは、1や3を行うのに必要な酵素の遺伝情報を、持たず、宿主細胞の持つ、タンパク合成機構や代謝、エネルギーを利用して、 自分自身の複製を行う。ウイルス遺伝子には、自分の遺伝子、しばしば宿主と大きく異なるを複製するための酵素の、他、宿主細胞に吸着、侵入したり、あるいは宿主の持つ免疫機構から逃れるための酵素などがードされている。ウイルスによっては、カプシドの内側に、核酸と一緒に、カプシドタンパク質とは異なるタンパク質を含むものがある。 このタンパク質とウイルス核酸を合わせたものをコアと呼び、このタンパク質をコアタンパク質と呼ぶ。カプシド、キャプシドはウイルス核酸を覆っているタンパク質であり、ウイルス粒子が細胞の外にある時に内部の核酸を様々な障害から守る核の役割をしていると考えられている。ウイルスが宿主細胞に侵入した後、カプシドが壊れて抜け殻、 脱核内部のウイルス拡散が放出され、ウイルスの複製が始まる。カプシドは同じ構造を持つ小さなタンパク質、カプソマーが多数組み合わさって構成されている。この方式はウイルスの限られた遺伝情報量を有効に活用するために役立っていると考えられている。小さなタンパク質はそれを作るのに必要とする遺伝子配列の長さが短くて済むため、 大きなタンパク質を少数組み合わせて作るよりも、このように小さいタンパク質を多数組み合わせる方が効率が良いと考えられている。ウイルス核酸とカプシドを合わせたものをヌクレオカプシドと呼ぶ。エンベロープを持たないウイルスではヌクレオカプシドはビリオンと同じものを指す。言い換えればヌクレオカプシドはすべてのウイルスに共通に見られる最大公約数的な要素である。 ヌクレオカプシドの形はウイルスごとに決まっているが、多くの場合、正二重面対応の構造、または螺旋構造をとっており、立体対称性を持つ。ただし、天然痘の原因であるポックスウイルスやバクテリオファージなどでは、ヌクレオカプシドは極めて複雑な構造であり、単純な対称性は持たない。詳細は、エンベロープ、ウイルスを参照。エンベロープ、 エンベロープは、単純、ヘルペスウイルスやインフルエンザウイルス、人免疫不全ウイルスなど一部のウイルス粒子に見られる膜状の構造のこと。これらのウイルスにおいて、エンベロープは、ウイルス粒子、ビリオンの最も外側に位置しており、ウイルスの基本構造となる、ウイルスゲノム及びカプチドタンパク質を負っている。エンベロープの有無は、ウイルスの種類によって決まっており、 分離されたウイルスがどの種類のものであるかを鑑別する際の指標の一つである。エンベロープはウイルスが感染した細胞内で増殖し、そこから細胞外に出る際に細胞膜あるいは角膜などの生体膜を被ったまま出芽することによって獲得されるものである。このため基本的には宿主細胞の脂質二重膜に由来するものであるが、この他に ウイルス遺伝子に高度されている膜タンパク質の一部を細胞膜などに発現した後で膜と一緒にウイルス粒子に取り込みエンベロープタンパク質としてビリオン表面に発現させているこれらのエンベロープタンパク質にはそのウイルスが宿主細胞に吸着侵入する際に細胞側が持つレセプターに結合したり免疫などの生態防御機能を回避したりなど 様々な機能を持つものが知られており、ウイルスの感染に重要な役割を果たしている。細胞膜に由来するエンベロープがあるウイルスでは、エンベロープタンパク質が細胞側のレセプターに結合した後、ウイルスのエンベロープと細胞膜とが膜融合を起こすことで、エンベロープ内部に包まれていたウイルスの遺伝子やタンパク質を細胞内に送り込む仕組みのものが多い。 エンベロープは、その大部分が脂質からなるためエタノールや有機溶媒、石鹸などで処理すると容易に破壊することができる。このため一般にエンベロープを持つウイルスは、消毒用アルコールでの不活化がエンベロープを持たないウイルスに比べると容易である。ウイルスは、それ自身単独では増殖できず、他の生物の細胞内に感染して、初めて増殖可能となる。 このような性質を変性細胞内寄生性と呼ぶ。また、一般的な生物の細胞間に分裂によってで、対数的に数を増やす、対数増殖のに対し、ウイルスは一つの粒子が、感染した宿主細胞内で一気に数を増やして放出、一段階増殖する。また感染したウイルスは、細胞内で一度分解されるため、見かけ上ウイルス粒子の存在しない期間。 暗黒期がある。ウイルスの増殖は以下のようなステップで行われる。細胞表面への吸着、細胞内への侵入抜け柄、脱核部品の合成部品の集合、感染細胞からの放出。ウイルス感染の最初のステップはその細胞表面に吸着することである。ウイルスが宿主細胞に接触すると、ウイルスの表面にあるタンパク質が、 宿主細胞の表面に露出している、いずれかの分子を標的にして吸着する。この時の細胞側にある、標的分子をそのウイルスに対するレセプターと呼ぶ。ウイルスが感染するかどうかは、そのウイルスに対するレセプターを細胞が持っているかどうかに依存する。代表的なウイルスレセプターとしては、インフルエンザウイルスに対する軌道上皮細胞のシアル酸糖載や、 人免疫不全ウイルスに対するヘルパー T 細胞表面の CD4 分子などが知られている。細胞表面に吸着したウイルス粒子は次に実際の増殖の場になる細胞内部へ侵入する。侵入のメカニズムはウイルスによって様々だが代表的なものに以下のようなものがある。細胞内に侵入したウイルスはそこで一旦カプシドが分解されて その内部からウイルス拡散が有利する。この過程を抜け殻と呼ぶ。抜け殻が起こってから粒子が再構成されるまでの期間はビリオン、感染性のある完全なウイルス粒子がどこにも存在しないことになり、この時期を暗黒期、あるいは日食や月食になぞらえてエクリプス期、エクリプスピリオドと呼ぶ。抜け殻により有利したウイルス拡散は時代のウイルス。 娘ウイルスの作成のために大量に複製されると同時にさらにそこから mRNA を経てカプソマーなどのウイルス独自のタンパク質が大量に合成される。すなわちウイルスの合成はその部品となる核酸とタンパク質を別々に大量生産しその後で組み立てるという方式で行われる。ウイルス拡散は宿主細胞の拡散とは 性質的に異なる点が多いために、その複製は、宿主の持つ酵素だけではまかなえないため、それぞれのウイルスが独自に持つ DNA ポリメラーゼ、RNA ポリメラーゼなど、転写、複製に関わる酵素が使われる。また逆転写酵素を持つレトロウイルスでは、宿主の DNA に自分の遺伝子を組み込むことで、宿主の DNA 複製機構も利用する。タンパク質の合成には、 そのタンパク質をコードする mRNA を作成するためにウイルス独自の構素を必要とする場合がある。mRNA からタンパク質への翻訳は宿主細胞の持つリボソームなどのタンパク質合成系を利用して行われる。別々に大量生産されたウイルス核酸とタンパク質は細胞内で集合する。最終的にはカプソマーがウイルス核酸を包み込み、 ヌクレオカプシドが形成される。この機構はウイルスによってまちまちであり、まだ研究の進んでないものも多い。細胞内で集合したウイルスは、細胞から出芽したり、あるいは、感染細胞が死ぬことによって放出される。この時エンベロープを持つウイルスの一部は、出芽する際に被っていた宿主の細胞膜の一部をエンベロープとして獲得する。ウイルスによる感染は、 宿主となった生物に細胞レベルや個体レベルで様々な影響を与える。その多くの場合、ウイルスが病原体として作用し、宿主にダメージを与えるが、一部のファージやレトロウイルスなどに見られるように、ウイルスが外来遺伝子の運び屋として作用し、宿主の生存に有利に働く例も知られている。 ウイルスが感染して増殖すると、宿主細胞が本来自分自身のために賛成、利用していたエネルギーやアミノ酸などの栄養源がウイルスの粒子複製のために奪われ、いわばウイルスに乗っ取られた状態になる。これに対して宿主細胞はタンパク質や遺伝子の合成を全体的に抑制することで抵抗しようとし、一方でウイルスは自分の複製をより効率的に行うために、 様々なウイルス遺伝子産物を利用して宿主細胞の生理機能を制御しようとする。またウイルスが自分自身のタンパク質を一時に大量合成することは細胞にとって生理的なストレスになり、また感染した粒子を放出するときには宿主の細胞膜や細胞壁を破壊する場合もある。このような原因からウイルスが感染した細胞では様々な生理的 形態的な変化が現れる。この現象のうち特に形態的な変化を示すものを細胞変性効果、サイタパスクエフェクト、CP と呼ぶ。ウイルスによっては特定の宿主細胞に形態的に特徴のある細胞変性効果を起こすものがあり、これがウイルスを判別する上での重要な手がかりの一つになっている。代表的な細胞変性効果としては細胞の円形化、 細胞同士の融合による合わせ包帯、紳士肪無の形成、封入体の形成などが知られる。様々な生理機能の変化によって、ウイルスが感染した細胞は、最終的に以下のいずれかの運命をたどる。ウイルス感染は、細胞レベルだけでなく、多細胞生物の個体レベルでも、様々な病気を引き起こす。このような病気を総称して、ウイルス感染症と呼ぶ。 インフルエンザや、天然痘、マシン、風疹、高天性免疫不全症候群、エイズなどの病気が、ウイルス感染症に属しており、これらのウイルスはしばしばパンデミックを引き起こして、人類に多くの犠牲者を出した。また、動物では、ウイルス感染が起きると、それに抵抗して、免疫応答が引き起こされる。血液中や、 粘液中のウイルス粒子そのものに対しては、ウイルスに対する中和抗体が作用する液性免疫ことで感染を防ぐ。感染した後の細胞内のウイルスに対しては、抗体は無効であるが、細胞障害性 T 細胞や NK 細胞などが感染細胞を殺す細胞性免疫ことで感染の拡大を防ぐ。ウイルス感染症における症状の中には、ウイルス感染自体による 体の異常もあるが、むしろ発熱、感染細胞のアポトーシスなどによる、組織障害のように、蒸気のような免疫応答を含む、体ウイルス性の体の防御機構の発言自体が、健康な体の生理機構を変化させ、さらには、身体向上性に対するダメージともなり、疾患の症状として現れるものが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。